皆さんこんにちは。今回は6月に入ったということで、ウイーレアプリの6月のイベントを予想していきたいと思います。今回は表に出ている4つについて詳しく解説していきたいと思います。はじめは E3 というイベントについてこちらで解説したいと思います。実はウイーレは毎年6月の中旬にアメリカのロサンゼルスで行われるエレクトロニックエンターテイメントエキスポというイベントにおいてウイニングイレブンの次回作の紹介をしています。こちらの画像では2018のもので、この時はマラドーナがレジェンドとして登場するなど発売日などの紹介をしていました。2018の時はあまり詳細な情報が出てこなかったんですが、ウィニングイレブン2019、ちょうど1年前の画像では、搭載されるレジェンドであったり、あと発売日、さらには試合の画像が出てきて、なんと黒に、当時まだ金だった選手で、2019から黒になるっていう選手が、この2018年の6月12日の時点で、なんと7人も判明しました。さらにこのイベントが行われる少し前にロシアリーグとかデンマークリーグなどのオフィシャルライセンスを取得したという情報も来ました。これらよりウイーレは毎年6月の中旬に最新の情報を発表しているということになります。で、今年のイベントも2019年の6月12日に開催予定で、コナミさんも出展予定です。毎年の流れからいくと、ここでウイーレ2020の最新情報が出る可能性は非常に高いと言えます。1年前は金から黒に上がった選手がすぐ分かったということは、ひょっとしたら今年もまた2019から2020のタイミングで黒に上がる選手が判明するかもしれないというわけです。ですから、黒の昇格する選手が出ることも備えて、黒昇格をする選手がいそうなスカウトやトレードできる準備等を、しておいた方がいいんじゃないかと思います。2つ目に注目している点で、コパアメリカが6月の15日から7月の7日にかけて開催されます。1年前はこの時期にワールドカップをやっていたということもあって、ウイーレアプリは対応の国籍のガチャが来ていたり、あと国籍の選手を揃えてイベントをクリアするっていうものが来ていました。例えば、画面の真ん中に出ているイタリアのものでしたら、イタリア人の選手を11人揃えて、オンラインでイベントで試合に勝利したらイタリアの星5スカウトが1枚もらえるみたいな感じのイベントでした。ウイーレ自体が、コパアメリカのライセンスを直接持っているというわけではないんですが、おそらく南米の、ボックスガチャでしたり、南米のなんか関連のイベントが来てもおかしくないんじゃないかなと個人的に思っています。ちなみにウイーレアプリに搭載されている南米の選手はご覧の通り609人ということなので、ここから何人か絞り出してボックスを450人や300人とかにして、プラスアルファでレジェンドとかも入れて、なんかレジェンドボックス南米ガチャみたいな形にしてくるのかなと、予想しています。それとちょっと関連付けてなんですが、5月に来たボックスガチャが、ご覧の通り5回中3回がレジェンドガチャだったんですよね。ですから、ひょっとしたら6月は、レジェンドガチャは少なめで、その南米のボックスレジェンドしか来ない可能性も あるんじゃないかなと思っています。ちなみに、去年2018で一番最後に来たレジェンドが6月27日のマルセロ・サラス選手とイヴァン・サボナーラ選手でした。時期的なことを考えると、ひょっとしたら新レジェンドがやってくるのはもう今月いっぱいで最後なんじゃないかなと、個人的に思っています。最後に4つ目で、シーズンが終わったということでウイーレアプリで今後搭載がされない可能性がある選手が移籍等で出てきたわけです。ライブアプデなんですが、夏に関しては特に行わない可能性が高いので、例えば、ある選手が引退をしてしまった、じゃあ来週あたりにウイーレからいなくなるかもみたいな話はないかと思われます。現時点でこのままいくと非搭載になるという選手の紹介はちょっと別の動画で出したいと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。